正しく知ろう新型コロナワクチンのこと。副反応が起こった場合の対応についてご説明いたします。ワクチンによる発熱は接種後2日以内に起こることが多く、水分を十分に摂取し、必要な場合は解熱剤を服用するなどして様子を見てください。ただし、ワクチン接種前の予防的な服用や副反応の症状が出る前の繰り返しの服用はお勧めしません。副反応が起こっても落ち着いて対処してください。発疹でかゆみが出た場合は、冷やす、あるいは抗ヒスタミン剤やステロイド軟膏などを塗ることで症状が軽くなります。ワクチンの副反応であれば数日で改善します。接種前に解熱剤や保冷剤、飲料水などを準備しておくと安心です。今までに感じたことのない痛みがある、接種後2日以上経っても回復の兆しがない、症状が重いなどの場合は、滋賀県ワクチン専門相談窓口にご相談ください。滋賀県ワクチン専門相談窓口は24時間365日対応しています。接種後気になる方はお電話ください。咳、喉の痛み、鼻水、息切れ、味覚、嗅覚の消失などの症状を感じたら、風邪や新型コロナウイルス感染症などの可能性もあります。その場合は、24時間365日対応の受診・相談センターにお電話ください。万が一、副反応が原因で治療費や入院費などが生じた場合は、救済制度による給付が受けられる可能性がありますので、住民票のある市長の担当部署にご相談ください。新型コロナワクチンのことを正しく知って、ワクチン接種をぜひご検討ください。